もういい、これで。タラララレッタッタッタ、ちっちゃ。皆さんこんにちは、せいです。今日はあつ森で遊びます。今日は何をするんでしょうか。ニコちゃんの別荘を作る。はい、ジャピの大好きなニコちゃんの別荘を作るそうです。その前に破らないやつ。ニコちゃんはさ、うん、自分でこういうお部屋がいいって言うのかな。言うんじゃない。言うよね。どんなお部屋だと思う、予想。普通に明るい感じ。明るい感じ。ニコちゃんって何が好きとか知ってる。知らないよ。知らないよね。だからそういうのも知れるよね、こうやってお家を作ってあげると。シベリア。おお、かっこいい。おー、いいね。ほら、横から見る。うん、一番かっこいいよ。まあ、幻覚の横取り上がっておいおい。幻覚はね、別荘建ててもらったもんね、この前。うん、怪しいイカゲームの部屋を作りましたね幻覚の別荘の動画を見てない方はぜひ見てみてください。はい、ニコちゃん久しぶりだねって言われた。何も知らず。今のとこね、施設の依頼はあれから来てなくって、今日はニコちゃんのね、別荘を作ります。せっかくアミーボカードね、買ったのにまだあんまり使ってないからね。うんうん、え、かわいい。はい、ニコです。なんだ、チョピーじゃん。え、オイラに別荘だって。だけどオイラ、別荘のイメージなんもなくて。提案してくれるんだね。じゃあぜひお願いするよ。そんな感じになるんだ。全部任せるよ、だって。ニコちゃん、どこが気に入りそうかな。狭いけどここでいい。いいよ、柱に立てれる、作れるからね。ニコ様になって。ニコ様ニコちゃんなのに、いつもニコ様。今はお客様だからね。もう決まった中から選ぶんだよね、多分。うん、まあそうなんじゃない。デジャネイロと同じ家具になるのかな。いや、違うと思う。違う。そっか、音が選べるようになったのか。きしみとか嫌だね。うん、このくらいかな。うん、え、王道これしかない。え、あー、じゃあいつものなんだね。家具はいつものらしいです。うん、あー、こういうのいいかも。2、3個、まあ2個でいいか。うん、プールあるかな。あ、でもニコちゃん一応お猿さんだから、かお猿さんが好きそうなものを並べてみるとか。それかジャングルとか。うん、ジャングル系とかいいね。南の島っぽい感じでもいいね。なんか砂浜の床とかあれば。砂砂砂砂砂、ほら、浜砂は花。うん、あっ、すジャピはこれがいいと思う。海の底。あ、ほんとだ、水なんだ、そこ。ちょっと壁も変えたら雰囲気出そうだね。うん、壁は完璧なやつがありますよ。これは？うんうん、なんかすごいやつがある。落ち着かねー。パラソルテーブこれを2個ぐらい置いて、お、お茶できる感じかな。まあとにかく海系みたいな。一応シャワーつけといていい？うん、海の近くだからね。夏といえば、せーの、かき氷。一緒。あったね。やっぱかき氷がない。あるよ。ああ。夏なんだね、ニコちゃんのお家は。こういうの入れててよかった。水柄。ほら。おお、いいじゃん。
なんかおしゃれ。やっぱ床選んでいい？うん。これかな。だとしたら、この前でさは変えて、うん、これでいいかな。なんか真ん中寂しいな。うん。真ん中なんか滑り台とか置いちゃってもいいんじゃない？多いですね。増産滑り台とか。やっぱこれはいるでしょ。あ、ビーチバレーもいいんじゃない？ビーチバレー真ん中に。いいじゃん。で、審判のとこにその椅子。審判遠いな。なんかもうお部屋の中とは思えないね。外みたいだねこれ。ビーチボール置いてみたら。バランスボードです。それでバレーするのも楽しいかもよ。第1試合目、ニコ選手。ダラララッタッタッタちっちゃ。どうでしょうよ。いいんじゃないですか。じゃあ2階建てにしましょうか。ママが眠くなってきてる。なんか喋ってあちゃぴ。ママ寝ちゃうよ。叫ぶ。何それ、和風にするの？違うよ、なんかこれしかないから。ね、どんな感じにしたいの？着替えるところ。あ、着替えるところ、更衣室みたいな。うん、早送り。フルーツティー買いきたい。フルーツティー飲みたい。最近飲んでないよね。だって買ってないもん。最近なんか寒くなったからね、フルーツティーあんま買わなくなったの。フルーツポンチ。あ、後で作ろうよ。どうでしょうよ。おい、ちょっと少ないかな。まあいいや、少なくてもいいよね。少なくてもいいよね。もういい、これで。いや、ちょっと。なんなのこの2階。いらんじゃん、こんな2階。なんなんですか。もうさ、更衣室とかじゃなくて、なんかもう、あれにしたら、だからもう上はなんか普通のお部屋みたいな感じにしたら。せっかくヨンコさ、イメチェンできるとこ置いたのか。いや、作ったけどさ。壁も床も変える気ないし。わかった。絶対飽きてるでしょ。飽きてる。もう目覚めちゃった、今ので。なんか可愛い感じのお部屋にしてもいいんじゃない？あのなんかパッチワークのベッド可愛いじゃん。これ？うん。でもこれ派手すぎるの。テレビはどこにあるのでしょうか？全然わからないでしょうわ。うん。朝日ちゃん、ベッドを置いてよ。床で寝ていいよ。なんで？床で寝ていいよ。ハンモックとかいいんじゃない、ニコちゃん。監視カメラ。防犯カメラ。ニコちゃん意外と用心深かった。ニコちゃんの私生活をカメラが覗いてるのね、そこから。これどんな？で、やめて。え？あ、いいじゃん。かわいい。かわいいね。ニコちゃん体がちっちゃいからお部屋が大きく見えるね。確かに、お部屋が大きく見える。めっちゃ部屋っぽくない？うんうん、いいじゃん、なんか落ち着いたお部屋になったね。やったー、お疲れ様、いろいろ考えてくれてありがとうね。うん、楽しみ、どんな顔するのかな。これ楽しみだよね、出来上がった後の。まず見た目とって。あれ？一回は行かないのこれ。行かないよ。二回だけなんだ。二回で完成する、完成したってしたら二回だけ。そうなんだ。さすがはアチャピー。最高だよ。
やばい、溜まりすぎてる。ほんとだ。392,000。北の浜辺に足場らしきものが設置されたわね。へへ、すごいでしょ。イベントの準備は順調に進んでるから。イベントがあるんだと忘れてた。忘れてたね。ニコちゃんがイベントの準備をしてるんだっけ。うん、浜辺浜辺。あ、ほんとだ、これ。うわー、いっぱい立ってる。気持ちがいる。何するんだろう。足場ができてる。すごいの立ってるんですけど。すごいの立ってるんですけど。ねえ、何ができるんだろう。今日は集まりでニコちゃんの別荘を作りました。満足いく別荘ができましたか。はい。よかったね、ニコちゃんにね、ずっと作ってあげたかったからね。バイバイ、また見てね。また見てね。